皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、やっていきたいと思います。そろそろなんですが、今回の固定こちら、リーダーのハーピーは別として、このカンガルーレードラっていう、組み合わせ、これをですね次ガッツソロでやろうかなって思ってるんですよ。はい、なのでこれを見せられたらいいかなと思います。でカンガルーのステータスなんですが、ただの30フルです。あ、もちろん D0 までは取ってますけど、団子も底力もアビリティも一切つけてません。そんなカンガルーがどこまで頑張れるか見せられたらいいかなと思います。どうかな、まあ、とりあえずしょうがない。あー、カエル剣士嫌ですね。うん、なんとかそこは倒してくれた。 OK、 上も倒してくれそうだね。じゃあ考えていこうか。考えるね、やっぱりねコスト結構かかっちゃうんですよね。4コスなんで、まあ、その代わり強いけどコストが重い。なので、あの後からじゃ巻き返せるキャラではないので、先に置いてあげることが大事。ミスった、危ね。コガルの火力自体は結構高いんですよね。高いけどさすがに30フルなんで半端ねえよっていうほどじゃない。帰る、あと1体。これで相手が嫌がってライン下げてくれたらすごいラッキーなんですけど、まあ、そんな簡単な話でもないよねと。ちょっと倒してもらって、サレードで壁張って、そしたらもう上流しましょう。はい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 、カウンターアタックですね。虹ラビなんで止まんないと思います。そう簡単には。はい、早めに切れれば30フルカンガルーでもある程度活躍できるんだなって感じ。これがね究極点だったらどうなるんだろうっていうちょっとね期待が、はい、寄せられてますが、どうでしょうか。ちなみに今現在パピオンをねまだ育成中なんですよ。今レベル29で装備をちまちま作ってるんですけど、カンガルーが今回のこのトロフィー期間中に、トロフィー期間でこの今回のトロフィーの動画で本気で活躍するならば、パピオンの育成一回やめてカンガルー始めます。はい、多分こういうタイプのキャラが意外と刺さって、なんて言うんだろう、リーグですごい活躍してくれるんじゃないかなっていう、強 P 上げるための活躍をねしてくれるんじゃないかなっていう期待が、はい、期待ができるんですよね。なんでやっていきたいと思います。でカンガルー使うときに自分が思うことは、砦はね無理やり取らなくていいかなって思ってるんですよ。砦を無理やり取って、無理やり取るために大砲合戦とかしてそこでコストを使ってしまうと、その後カンガルー切ったらコストなくなっちゃうんですよね。でコストがなくなるってことはどういうことかっていうと、相手にその後うわーって攻められたとき何も残んなくなっちゃうんですよ。でこういうとこもできればカンガルーで見てあげたい。こうやって一回壁張ってね、じゃないとその後がないかなっていう個人的な意見。まあここでレーダーでいこうか、ドン。はい、メタドラ、まあ、カンガルーに多分来るんじゃないかなとは思うんですけど、で上のねあのね爆発があるからすぐにこれいけないんですよね。これレドがいっちゃおうか。レド側行くけど、さっきも言った通り
カンガルー切らないと切る場所なくなっちゃってコスト勝ちできなくなっちゃうんで、行こうか。さあグリードラーまさかの、うん、ハッピーやっぱ負けるんだよな。よいしょ、カンガリー行こうか、ここで止めて。負けすぎじゃね？あららら、どこ行っちゃった。うん、はい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 、はい、惜しい惜しいね。ちょっと大型戦が無理だったね。どっちも勝てないって感じだった。はい、あとは今みたいなあのイフリート、エメリアみたいなね、あのカンガルーがマジできついよっていう相手が来てしまった時にどうカンガルーを切るかっていうのもすごい大事。中途半端に切ってしまうと、例えばイフリート、2体、3体で、まあ、カンガルー狩られちゃうんですけど、それで何が起こるかって、イフリートはまだ残ってるのにカンガルーが死んじゃう。なんかキャラ数で負けちゃうんですよね。そこだけはしっかり丁寧にしないとコスト勝ちもできんし、みたいになるんで、特にきついのはエミリアかな。エミリアはね、結構えぐい。まあ、かといってカンガルー一体も切らないで出し惜しみしたら出す場所なくなっちゃう、コストなくなってっちゃうんで、そこも注意。まあ、ここはもう取れても取れなくてもどっちでもいいです。打たなくていい、取れちゃったらまあラッキー。一回ここで砦合戦するふり。はい、取られて構わないです。で相手にミトルがいるのが分かったんで、ちょっと考えで引き目に切りましょう。ここはしっかり抑えましょう。オッケー、これだと1本ですね。これやられてもらって親心トン、いいね。でこれね、何がいいって、ああ、これ考える、一手やられちゃいましたけど、一手やられたのはしょうがない。さあ、親心、頑張れ。さあ、親心、頑張れ。OK。ヘルベが言ってくれるかな ?OK、OK、OK、いいよ。だいぶ相手キャラ使ってると思うんですよね、もうこれ。まだ残ってるわ。あ、フォンフォンっつってる。やばいやばい、充電がね、できてない、できてるよってなってる。よくない状況。倒しきってほしい、スキル打たれる前に。OK。とりあえずよし。やばいやばい、で充電してるのに充電できてないよっていうから、ずっとフォン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 言ってる。まずい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 。とりあえずハーピー流しまくります。こんだけいたらワンチャンは一発ぐらい入るだろう。入ったね。やばい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 。ずっとフォンフォンいってる。ちょっとこれ充電器抜きます。接触が悪い。はい、というわけで、点差勝利ですね。はい、やっていきます。ラスト。で、皆さん、一つ。忘れてるかもしれないから言っておくこと、これカンガルーステータス30フル D1 です。はい、団子底力なし、アービなし、何もついてません。それでこれだけ強いんですよ。だったら十分じゃないかなみたいな。これが団子底力ね、アービ2までついて裏で使って、まあアービ3でリーダーでもいいんですけど、そうなった時どこまでヤバくなるかって話なんですよ。ただあのカンガルー固定するとしても、リーダーで使うつもりは今のところないです。使うなら裏かなって思ってます。やべ、始まっちゃった、時間切れ。
とりあえず取り出に関しては、あの相手がもし考えるきつくなったらいつか取れるはずなんですよ。なので最初は正直ね、足キャラいないときはね、まあ、あの相手に足がいなくても捨て、自分にはいらないなって思って使います。で、考える切る位置はマジで自由、引きで切ってもいいし攻めで切ってもいいしって感じ。自分はね、コガルの親心か、親心がちゃんと相手にヒットする位置に切ってます。飛来心が痛いからね、どうしようか迷ってる。飛来心マジで痛いな。カンガルー殺されたくないんだけど、さすがに死にましたね。さすがに無理だった。まあとりあえずね、カンガルー自体やられちゃったけど、別に流れ悪くはない。君が行こう、触らせよ。オッケーオッケー。あれずれてる、ラッキーだね。オッケー、やりきった。コガルーまだ残ってるから、こうやられてもとりあえず問題ないね。そこは問題あるね、上はね。やられちゃったね。ただコガルーまだ生きてるね。このコガルーね、まあ、あの親がいないんであれなんですけど、あ、やられちゃった話なんだけど、やられたら終わるね。いや、やられなかった場合なんか戻るんだよね、親がいたとこに。でもちろん 敵が前にいたら前に行くんだけど、こんだけハーピーいたら止まんないよ。もう相手も後ろ捨ててるね。これいや、止め始めたぞ、止め始めてはいる。削ってもらいたいからレイドラ置いて、取りで削ってほしい。まあ落ちないかな、ハーピー火力は低いからね。でもビン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 言ってるけど、まあ落ちないね。はい、ただまあカンガルーは頑張ったんじゃないでしょうか。まあアリちょっと重かったけど、なんだかんだ何度かなったかな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。カンガルーこんな感じですね。はい、団子底力ゼロ、浴びなしというわけで、アビリティつけるとね、あの攻撃力プラススキル発動率がアップするっていうのがね、追加されるんですよ。つまりあのサブリーダーで設定してる場合、攻撃力2段階アッププラススキル発動率少しアップ2段階みたいな感じになるんで、割とねこれね、リーダーである必要はなくて、裏でも全然強いっていうキャラなんですよね。で、今回サブリーダー2体制なんで、まあもうサブリーダー2体制のこの期間までにこの育成が間に合うことはないんだけど、そう、まあいつかね、あの裏、例えばレイドラが弱くなりましたとか、あると思うんですよね。そういう時に考えるサブリーダーとかね、全然強いと思うんですよ。なので、ちょっと気になってたんで、育成しようかなと思います。パピオンもね、結構育成が進んでるんですけど、こんな感じ？ちまちまやってるんですけど、まあまだ使える、ステータスじゃないんで、まだ使わないんですけど、そう。考えるとどっちを先に育成するかっていう感じですね。悩む。うん。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。